本的には普段の生活の中なんだよね。普段の生活の中で自分がまあ書きたいなと思ったものというか、何か自分が訴えたいことなのか、面白かったことなのか、もともとアイデアはそこで、それがなんか いろんなものが混ざってっていう感じの方が強い。やろうって思ってやってはいないんだけど、絵を描くのが好きで、それが仕事になるなんて思ってはいなかったんだけど、まあまあ好きで描いて、そしたら誰かが頼んでくれて、でも初めはただ単にもう、あ、こんな風に描きたいなみたいな、自分の好きなサーフィン雑誌の挿絵っぽいあんな感じで描きたいなとか、そんな感じを真似しながらとか返したんだけど、でもそれで飯ね、それで仕事してお金もらっちゃちょっとダメだなと思って、ずっとどうすれば自分のオリジナリティが出るんだろうかっていうのをずっと、まあ今でも下手したら探してる感じではあるんだけど、結局ね、書いてる内容はね変わらないんですよ。それがただ単に大きくなって紙にペンじゃなくキャンバスに筆っていう感じになっただけだから、書いてることは変わんないから、自分が書きたいことを書いてるから、それは楽しいですよ。今っていろんな意見を言っていいのにっていう風潮ながら、ちょっと違うこと言うとすごい叩かれるでしょ。なんかもうそれがおっかなくて、みんな違っていいって言っときながらなかなかそうならない世の中かなっていうのもあり、吹き出しの色がみんな色が違うんですよ。でもそれが混ざり合っていろんな色になって、別々の意見を持った人たちが協力して何かを掴もうとしてるっていう感じで書こうと思ってっていう感じだったから、あの上に何かあったら面白いなって思ってからそうしたの。絵を描くのが好きっていうのがあるから、努力して続けてる感じが他の今までの仕事よりはないかもしれない。お金になってなくても多分他の仕事をしながら好きに描いてるだろうし、たまたま今それはね、なんか喜んでくれて買ってくれる人がいるからお仕事になってるけど、10年前は多分いろいろもがいてたんだろうけど、今の方がまだ純粋に自分の作品として書く作品の方が多いから、自分のペースでいければね。